古籍昌平坂の日、現在の昌平坂、湯島聖堂と、神田川の間の坂は、現在、あいおい坂と呼ばれている。詳細一景、元占い昌平坂聖堂にお手博覧会図。詳細一景、元昌平坂博覧会明治5年で開かれた、博覧会の図。会場正面には、名古屋城の金のシャチが飾られ、監修が驚いている。湯島聖堂博覧会観覧券。 広告、あず少書に、元将兵坂制度の名称がある。地図将兵坂は、東京都千代田区と文京区の境界上にある坂である。江戸幕府第五大将軍の徳川綱吉は、学問や文化を振興する政策を進めた。その中で綱吉は、1630年に、上野忍旧の地に、幕府の援助の下で、 林羅山の私塾として創建されていた聖堂を移転拡張することを決定した。綱吉は、上野の地には、寺が多く、また、林家の私塾扱いであった聖堂が境外であったことを問題視していた。移転拡張先として、神田大の一角である湯島の地が選ばれ、1691年に移転が行われた。移転後、 聖堂は昌平公と呼ばれることになったが、昌平の名は儒教の祖、孔子の故郷である中国三島省局府の昌平里にちなんだものである。聖堂の移転直前の1690年12月、移転予定の聖堂周辺の坂は綱吉によって昌平坂と命名された。なお、綱吉が命名した昌平坂が、具体的にどの坂を指しているのかについては、はっきりとしない。 記録上でも、聖堂の下前後の坂というものと、聖堂前後の坂としている文献がある。口述のように聖堂の東側境界の神田明神からまっすぐ降りる位置にあった坂と、聖堂の南側にある坂が、昌平坂と呼ばれていたと考えられている。第八代将軍の徳川吉宗による教法の改革の一環として、聖堂は武士以外の庶民にも、 儒学を学ぶ場所として開放された。しかし、聴講者は少なく、聖堂自体もしばしば火災にあって、規模の縮小を余儀なくされた。転機となったのは、松平定信による完成の改革であった。定信は聖堂において、完成医学の金と呼ばれる、朱子学以外の儒学学派の講義を禁止する政策を取った。1797年には、聖堂の名称を、 小平座科学文書と変更し、これまで必ずしもはっきりと分けられていなかった林家と、聖堂との関係を切り離し、小平座科学文書を勘定奉行直轄の教育機関として、その位置づけを明確化した。そして、聖堂の運営方針見直しの中で、1799年に、聖堂の敷地の大拡張と改築が断行された。 この聖堂の敷地拡張に際して、神田明神からまっすぐ降りる位置にあった聖堂東側協会の昌平坂は、聖堂の敷地内に収まったため、新たに聖堂東側境に位置するようになった坂が昌平坂と呼ばれるようになった。この新たに昌平坂と呼ばれるようになった坂は、もともとは団子坂と呼ばれていた。完成年間に成立した江戸市によると、 聖堂の前の坂を言う、しか知名湖を曰く、この地聖堂にありり、小に色の商兵に必須。南閣の市に商兵橋城門に北大須とありと記されており、遅くとも完成年間には広く商兵坂と呼ばれていたことが確認できる。1872年3月から4月にかけ、湯島聖堂大聖殿を会場として、文部省博物局による最初の博覧会である。 湯島聖堂博覧会が開催された。昌平座科学文書は、江戸幕府直轄の教育機関として運営された。明治維新後も、明治新政府の下で、旧昌平座科学文書はまず、昌平校、続いて、大学校という教育機関として活用されたが、1871年には、廃校となった。しかしその後も文部省の施設として活用されたり、 東京市範学校や東京女子市範学校が開設されるなど、主に教育機関としての活用が続いた。江戸時代からの伝統を受け継ぐ文京地区の中で、湯島聖堂の東側の別名、団子坂が主に昌平坂と呼ばれており、そして南側のあよい坂もまた昌平坂とされている。ありがとうございます。